大学生2年目の春、僕は恋に落ちた。ねえねえ、ちょっといい？なんかよ。午後の講義ないんでしょ？よかったら俺とドライブでも行こうよ。そのルックスでよく私に声をかけられたわね。え？ドライブでも行こうよ。そんな安っぽい身なりじゃどうせレンタカーか親の車でしょ。つーかぶっちゃけキモい。二度と近寄らないで。そんなさすがショーバル女王ね。これで何人目の犠牲者かしら。もう変なあだ名やめてよ。そんなんだからなかなか彼氏ができないんじゃないの。うるさいわね。そんなの関係ないでしょ。一目惚れだった。彼女は一条真奈美さん。スタイル抜群、超絶美人で、告った男はみんなプライドをズタズタにされて撃沈。そんな彼女に僕は今日告白する。問題外。え？ボサボサの髪、冴えない顔、身長も低いし、しかも今時シャツインって。そもそも初対面で告白ってどういうこと？所詮男なんて女の外見しか見てないのよね。実はそうなんです。な、僕超面食いです。は？性格なんてどうでもいい。とにかく美しい女性が好きなんです。ちょっと奈々美さんはやっと出会えた僕の理想の女性。絶対に諦めません。何よこいつ、めんどくさい男を。それなら足でも舐めてもらおうかしら。え、ほら。お、本気ですか？ふん、これで諦めるでしょ。よ、喜んで。え？こんな美人の足を舐められるなんて最高だ。ちょっと、いやー！まなみってば遅いわね。何してるのかしら。どうせまた誰かにナンパされてんじゃないの。お盛んね。ほんとほんと。まなみさん、ショーです。見たらいい、ショー。それじゃあ、ショーくん。あ、責任取ってよね。え？ショーくん、おいしい？今日は卵焼きにほうれん草入れてみたんだけど。はい、とってもおいしいです。よかった。まなみ変わったよね。え？ついこの間まで昭和女王なんて呼ばれてたくせに。ふん、そういうのはもうやめにしたの。これがツンデレってやつ。エッチ中とかデレデレだったりして。恋の威力は絶大ってことかしら。